皆さんこんにちは。今日もねマザーガーデンのおもちゃで遊びますけども、まあ最近ずっとマザーガーデンですけども、こちらはね洗濯機、今では売られていないレアなおもちゃになるんですけども、こちらちょっと まずお見せしたいと思います。ここにね、あれアクロンが入ってましたね。洗剤を入れるところがあって、そしてドラム式ですよね。洗濯物をねちょっと入れてみましょうか。こちらねパジャマのズボンですけども、はい、こちらちょっと洗濯してみましょう。きれいきと、で電源を入れてまずお水を入れます。そして洗います。扉が勝手に開いちゃった。お、偉いな。ちゃんとね、扉が閉まらないと動かないっていうね。賢い。ちょっとね、古いおもちゃなので、ここのね、口が甘くなっちゃってるんですよね。洗えましたね。では干しましょうか。で、こちらね洗濯バサミで挟んで干しましょうね。こんなねおもちゃもありましたけども、今日紹介するのはね洗濯機の木のおもちゃ、新しく登場しました。持つところがありますよ。ドラム式です。ちゃんとね、おまだ新しいので大事に使いましょう、ね、洗剤を入れることができますし、レバーもカチカチカチと時間を設定したり、注水量とかすすぎコースボタンでね設定します。こちらがスタートボタンですね。こちらに入れることができます。ではちょっと試しにお洋服を入れてみましょうか。ラッテちゃんのお洋服、まだまだ入るね。うさみみちゃんのシャツとスカート、これも入れましょう。スイッチオンして洗いますよ。スイッチオン、注水、実は手動なんです。いいでしょう、機能おもちゃ。かしらね、しっかり脱水もできております。はい、洗いましたね。こちらを使いましょう。はい、このようにね洗濯を干すロープついてましてね、はい、こうやって干すことができます。はい、アヒさんに当てて乾かします。そしたらばアイロンをかけましょうね。はい、温度調節もねできます。スチームを出して、
いいですね。学校かわいいシャツなのでね、シワをなくして、はい、いい感じです。これをかけたら、はい、お洗濯物の出来上がり。アイロンセットにはこういったねものがセットになってまして、これマジックテープになってまして、こうして留めることができます。小さなお子様にもできそうですね。シワを伸ばして、きれいきれい、新しいおもちゃも古いおもちゃもいいですね。というわけで今日もこの辺です。